Politics, economy, crime, insanity, stuff, family, health, chaos, society, weather, your daily life. Media break. 2台の車による銃撃戦とカーチェイスが日常の通勤風景を恐怖に塗り替えました。ダニエル・モーガンのリポートです。結果はご覧の通り、羽橋に突っ込んだ犯人の車が運河から黒煙を上げています。レスキュー隊のクレーンが吊り上げた車内からは死体は確認できませんでしたが、川に流されたのであろうと語る ATF 捜査部長ジョージ・ブラック氏の談話をお聞きください。今回は幸いにも民間人の協力もあり、密輸団の取引は未然に防げました。しかしこれだけは言っときましょう。素人が犯罪に首を突っ込んでヒーローになれるのは映画だけだってね。現在民間協力者については調査中ですが、まさか警察で説教されてるとは思わんだろうな。弾の休暇から戻った途端にこの騒ぎじゃ俺も身が持たんよ。ラーディ、ちょっとやりすぎなんじゃない今回は。ケイトまでそんな大げさに言わなくったって。大げさなもんか、表見てみろよ。週末の書き入れ時だってのにパトロールの人数回さなきゃならないんだぜ。別にあたしらのせいじゃないじゃん。そうよロイ、元はといえばあたしたちだって被害者なのよ。 ATF を巻いたらしいじゃないか。コリンズって言ったっけ。 ATF の捜査官も嘆いてたぞ、かばいきれんてな。あのやる。例の資料。はい。ATF から来た資料だ。3日前にカナダからアメリカ入りしたらしい。あ、こいつよロイ、こいつ一体。ナスターシャ・ラディノフ、旧ソビエト特殊部隊にいたらしい。もっとも今は個人営業だがね。別名ブラディ・ピアス、任官当時からも裏の仕事に従事していたようだ。あらゆる訓練をこなした殺人マシン、まさにターミネーターだな。君らはとんでもない奴を相手にしてるんだぞラリー。それじゃあいつまだ。その心配はこっちがするよ。君らはその袋を持っておとなしく帰るんだ。え、何これ。女房と俺からだ。裏口まで送るよ英雄さん。ラリー、無茶は控えてちょうだいね。分かってるって。それじゃ。はあ、これで儲け話もおじゃんか。骨折り損ってこのことね。あいつ流の挑戦状ってわけね。こちらガンスミスキャッツ。それどういうことですか。何よこれ、日本人のツアー客じゃあるまいし。まあまあ気持ちだから。ねえ、誰から。ハインツ議員の秘書から。私たちを明日の選挙キャンペーンで表彰したいって。
ハインツって次の市長選狙ってるあのハインツ？きっと私たちのために派手なパーティー開いてくれるんだよ。スカウトされたらどうしよう。あのねで、なんて言ったの？とにかく強引でさ、事件解決をきっかけに武器撲滅キャンペーンやりたいんだって。事件解決って、まだあのラディノフは生きてるじゃないの。 ATF の黒幕もまだつかめてないし、直接議員に訴えるチャンスかも。とにかく私は辞退するわ。面が割れちゃ商売できなくなっちゃうもんね。もったいない。その分ミニーに譲るわよ。でもね、ラリー、油断は禁物よ。あいつがいつ襲ってくるかわからないんだから。ふん、そしたらコブラの修理代請求させてもらうわよ。これもいまいちだな。ねえねえ、ラリー、どっちがいいと思う？いいんじゃない、どっちでも。もうちゃんとこっち見て選んでよ。何着てったって一緒よ。そんなことより自分の身の安全を心配しなさいよ。ご心配なく。ねえ、それよりラリー、そのハイヒール試してみてよ。え？ラリーの分も買ってきたの。これ私の？ほら、似合うじゃない。そんな問題じゃなくって。こんなの履いてたら身動き取れないじゃない。その代わり男が群がってくるわよ。やめてよ、めほら来た。バカ言わないの。ダーリン、ハイヒール脱げば。そっか。どなた？ラリー、俺だ。ビルだ、話がある。まったこいつか。ほら、男が寄ってきた。メイジョークよ。ラリー、ここ開けてくれ。もう、こっちは話すことなんかないわよ。このままじゃ捜査が中止されちまう。頼む、君らの協力が必要なんだ。おあいにく様、あんたに頼まれなくっても明日 VIP に直接交渉することになってんの。VIP？ 誰残った？あんたには関係ないでしょ。とにかく明日は早いんだからもう帰って。ラリー、失礼ですが、このうちに何かご用でも？俺は ATF のビル・コリンズ。捜査のために彼女たちの力がいるんだよ。 ID カードの必要はありません。たとえ大統領でも近づけるなと言われてますので。そりゃお手上げだ。プレジデントが来たらよろしくな。伝えときます。いくら男でもあれごめんだわ。ビル？ん？どこ行ってたのよ。大事な時はいつもいないんだから。キャーシー、抱きしめてキスしてやりたいけど、あいにく両手が塞がっててね。ふざけてる場合じゃないわよ。え？これ見て、あんたに頼まれて調べた通話記録、大変なことが分かったのよ。ナンバー 6？ そうよ、今は閉鎖してるはずのセーフハウスよ。一体誰が？ジョージ・ブラック、まさかボスが黒幕だったってのか。で、ボスは？それが急に休暇届出して出てっちゃったの。ね、心配すんな、キャシー、俺が何とかする。よくやったな、大手柄だぞ、ビル。ただこのことはまだみんなには知らせないでくれ。いいね。うん、いい子
今度晩飯でも一緒にな。愛してるよハニー。あ、ビール？もう。ラディノフ、ラディノフ、いるんだろ。ラディノフ、無事のようだな。安心したよ。ATF の部長のお出ましか。もうこれ以上ごまかしきれなくなった。ラディノフ頼む。私も一緒に連れてってくれ。随分と虫のいい話だ。金なら用意してきた。いいねで払うぞ。だから。うん。で、どうする？なんだ、誰かいるのか。ああ、始末した方が良さそうだ。待ってくれ。私は何も喋るつもりはない。ラディノフ、君からも伝えてくれ。聞こえたか。ああ。助けてくれ。ラディノフ。なんてこった。部長。ちょうだい、待て。なんでまたそんなもんが。初歩的なトラップだよ。なんせ相手は殺しのプロだからな。用心しすぎて困ることはないさ。ちょうだい。リダイヤルだよ。かけた相手が出るかもしんねえだろ。言ったろ、相手はプロなんだぞ。浮かずに物に触っちゃいかん。でも無事だったろ。もうかかった。こちらはエディ・ハインツ事務所です。本日のハインツっていや、部長とつるんでた議員さんじゃねえか。そこに繋がったってことは、ラディノフと部長とハインツはグルだってこと。ラリーの言ってたビップってまさか。ジョディ、これ以上何もいじんなよ。いいな。おい、ビル。なんだよ、急に。やつはプロだ、ラリー。そこでいい。ブラックの言う通り、この町に長居はしない方が良さそうだ。ただ一つやり残していることがある。例の小娘どものことか。なんならこっちで処分しても構わんが。その必要はない。報酬もいらん。個人的な恨みか。ニエト、プライドの問題だ。テレビ局が取材をしたいと申しておりますが。断っておいてくれ。ことが全て終了するまでは沈黙を保っておきたい。はあ。雨の中のご参加ありがとうございます。会場は3時間後となっております。寒い中申し訳ありませんが、朝早くから呼びつけといて夕方までこのテントにいるってどういうことよ。寒い。政治家なんてみんなこんなもんだぜ、ラリー。なんならこの場で帰ろうか。そうはいかないのよ。営業許可だけでも取らなきゃ店開けられないもん。ああ、靴もぐしゃぐしゃ。寒い。点で期待外れだったな。失礼。
お待たせしてすみませんな。何すんのよ。お二人を疑うつもりはないのですが、議員のイメージもありますんで。自分で出すわよ。参りましたね。恐縮ですが、これらは私どもの方で。私が預かろう。失礼ですね。死刑のロイ・コールマンです。問題はないでしょう。いいでしょう。では後ほど。嫌なやつ。あんなの雇ってるようじゃハインツもろくなやつじゃなさそうね。ほんと。さあお待ちかね。そうです、この人ゲームワードハインツ。はいはい、ありがとう。さあ、では今日のゲストを私から紹介いたしましょう。そう、一連の密輸団の野望を阻止した我らのヒーロー、ラリー・ヴィンセント、そしてメイ・ホッキンス。どうしました、少々緊張気味かな。このキュートな英雄に私からプレゼントがあります。勇気ある二人の行為に対しての我々からの感謝の印です。さあ、ラリー・メイ、こちらへ。大丈夫、ついたりしないさ。さあマイケル、マイクを。死刑の。ああ、ラリー、銃は返してもらうわよ。いかん、ラリー。上等じゃない、サッシで勝負してやろうじゃないの。どう？オッケー、メイは裏から回って、私は正面から行く。いい、オッケー、行くよ。あは、見つけた。背後を取って撃てないお前に勝利はない。やっと会えたな、ラルリ・ヴィンセント。この傷のお返しをぜひしたくてね。お前には同じ、いやそれ以上の苦痛を味わってもらわねばな。簡単には殺さない。
もがき苦しんだ上での死を与えてやる。市長選に向けてキャンペーンを展開中のエドワード・ハインツ氏に向けて銃弾が発射されました。現在犯人は改装中の美術館に立てこもっており。ラリー、しっかり。何言ってんの。目の方こそ。私は平気よ。手が塞がってるだけ。トラップ先に仕掛けといてよかったわ。No. ああ、幸い報道陣はラディノフの方に集中していますので。何が幸いだ。いいか、あいつはこの私まで狙ったんだぞ。あんな奴はもう。ん？ラディノフ、貴様なぜここにいる。しかもよりによってこの私にまで銃を向けるとは何事だ。もうお前との取引はやめだ。今まで渡したヘロインは返してもらう。ああ、落ち着け、ラディノフ。私もつい、わかるだろう。まあ、お互い、持ちつ持たれつだからな。銃器撲滅がスローガンのあなたが、人に銃を向けるとはね。規制を重くして末端価格を釣り上げようって腹かしら。どう、取れてる。バッチリ。いやいや、やめろ。何の真似だ。カメラおるせ。なんだそれは。スクープだ。逃すな。どけ。ハインツ議員、あなたを逮捕します。もう少しでギャングや移民どもが一掃できたんだ。私はアメリカのためにやったんだぞ。なんてこった。おい、カメラカメラ、ハインツの表情を抜くんだ。出てきたよ。めキャッシュのやつら。マスコミなんてあんなもんよ。この国で生きていくにはもっともっと強くなんなきゃ。
私ら不器用だから。それはいい子なしよ、メイ。あいつも不器用なやつだよね。死ねー、間に合った。腕が上がらない。俺も役に立つだろう。エリオット・ネスほどじゃないがね。あら、そう。大丈夫か。エキオ、一人で立てるわ。この町で生きていくにはね。